巡洋艦、ジュノーです。痛いのは怖い。指揮官さんも怖いです。指揮官さん、ジュノーは、ずっと待っていますからね。足の、古傷ですか？まだちょっとぎこちないけど、みんなの足は引っ張りません。指揮官さん、びっくりしました。もっと勇敢になりたい。でも、とっても難しいですよ。指揮官さん、ジュノーが迷惑をかけましたか？優しくしてください。ジュノーは痛いのを感じやすいから。任務ですか？ほえ、対戦任務じゃなければいいけど。ボーナスなんて、みんなと一緒にいられるだけで十分です。指揮官さん、すみません。メールです。早く戦争が終わらないかな。そうしたらみんなと、どこに行こう。来ないで！ごめんなさい。指揮官さんがちょっと怖くて。ジュノーは、よく悪い夢を見ますけど、なぜか、顔がぼやけた似ている人が5人いて、ジュノーに一緒に行こうって、怖いです。指揮官さん、今日も一緒に寝てもいいですか？指揮官さんと一緒に寝ると、とても安心します。悪夢がもう怖くなくても、指揮官さんと一緒に寝てもいいですか？最近、あの5人の人たちの夢を見たとき、顔がはっきり見えていて、笑顔で祝福してくれていました。でも、すごく悲しくて、泣きそうで。ジュノーは、指揮官さんと一緒に幸せになれますか？夢じゃないですか？はい。指揮官さんのこと、信じています。あの人たちには、今は幸せ。あなたたちの分も生きていきますって、話してきました。今は、本当に幸せです。指揮官さん、完了した委託がありますよ。ジュノー、頑張ります。みんな、守りに気を配って。嫌な潜水艦に注意して。はぁ、危うく被弾するところだった。1位とか、帰ってこれるだけでも精一杯なのに。痛い。左足が動かない。誰か、助けて。ジュノーも、